Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、うん、カッタスキングさんからです。ありがとうございます。これは、キングをカッタスってことですかね。なんかカツさん、カッちゃんみたいな名前の人なのかな。カッタスキングさんに。あ、じゃあ僕やったら、タッチャンキングみたいな。もうもうあのアッタス石井でいいんじゃん。もうそれアッタス石井でいいやん。いいね。まあまりだな、めぐみちゃんに怒られるんで。はい、では参ります、はい。毎回動画を楽しく拝見させていただいています。ドライバーを使っていたら今年になり腰を痛めやすくなった気がして、最近ツアー AD BB6S からアッタスキング 5SR にリシャフト、はいはい、重量とフレックスを下げました、はい。ドライバーってこんなに振りやすいものだったのかと感動しました、うんうん。素振りのように振れば気持ちよく狙った方に、飛距離も出ると思うのですが、うん、人間は欲張りでもう少し強く打ちたいと思い打つと逃げられているような感覚で打感が物足りなくなります、うん、なるほどね、はいはい。リシャフト代も安くはないのでフレックスを 5S に上げるのか重量を上げ 6SR にするのか物足りないものを我慢するかで迷っています、はい。フィッティングに行けたらいいのですが近場にないため少しでも参考意見を聞かせていただけないでしょうか、お願いしますとのことです。なるほど。まあ、もうこれ結論から言うと僕やったら、5S を進めますね、はい。体のことを思って、重量とフレックスを下げたのが僕は正解だと思うんですよね、うん。ただ、ツアー AD の BB の 6S ってこれ結構しっかりした手元系のシャフトやったんですね、うん。でからアッタスキングの、5の SR っていうのは結構極端なシフトなんですよ、うん。まあ、重量も落としてますしフレックスも落としてますし調子も変えてると。でまあ、調子はどっちがもともとそもそも BB が合ってたかどうかわからんの、ね、で実際、気持ちよく振れてるっていうんで、まあ、調子は良かったと思うんですけど、うんうん。ただマミヤさんのシャフトって、キングって他のメーカーさんのシャフトよりも半フレックスぐらい、まあ、振動数が数値が低いんですよね、うん。ってことは 5S っていう、まあ、そもそも60から50へのシフトでも振動数落ちますし、でさらにマミヤさんのシャフトは他のメーカーさんの 5S よりも少し振動数が緩いので、うん、5S シフトで十分やったと思うんですね僕は、うんうん。ただそこからさらに、まあ、フレックスを換えて5の SR まで落としてるので結構極端に柔らかくなってる可能性はあるんですよ。だから、うん、まあ実際振りやすくなったってことですけど物足りなく感じてっていうのはこれはまあ仕方ないかなと。で面白いのは重さとよく聞かれるんですけど重さと硬さどっち落とした方がいいんですかってよく言われるんですね。この体のこととか、うんうん、あと体力が落ちてきたから、まあ、これこの、カッタスキングさんは、腰が痛いって言ったんですね。腰痛めてって言うんですけど、よくある程度年齢になった時にちょっとフレックスとか重量落としたけどどっち落としたらいいって聞かれるんですよ、はい。これも絶対重量です、はいはい。意外とヘッドスピードってそんなに極端には落ちてないんですよ。ただやっぱり重いものが触れなくなってくるっていうのはこれはもう仕方ないものなんですね。だから軽くすることで逆に元のヘッドスピードを保つこともできるので、そう考えてくると人間はまず絶対これはそのまあ重量男性もそうなんです。特に分かりやすいのがジュニアとか女性とかっていうのでまあ実験って失礼ですけど試したら分かるんですけど、硬いのは意外と触れるんだよね。でも重いのは物理的に触れないでしょ、うん。特にジュニアなんかも露骨に重そうになるとスイング崩しちゃうので、だから人間がまず体感的に感じるって絶対的に重さなんですよね。だからまず体のことを考えるもそうやし、実際そのちょっと自分の力がなくなってきた時にまず落とすのは重量なんです。で重量を落としてできる限りフレックスはそのままにしてば、そもそも重量を落とすことでヘッドスピード上がる可能性がありますから、そこでフレックスを落とすのはちょっともったいないってことなんですね。だからまあさっきから言うように人間ってはまず硬さよりも絶対的に重さに反応しますから、まあこれはもう今までのフィッティングデータで全然分かってきてますから、まあ僕やったらそのカタスキングさんはまあ5S でもいいし、もっと極端に言ったら5の、アッタスキングに関しては5の SX でもいいぐらいかもしれないですね。まあそれはヘッドスピードによりけりですけど、少なくともこの質問で5S に上げるのか重量を上げて 6SR にするか物足りないのを我慢するかってことやったら 5S にするか我慢するかなって、どっちかどっちかしかないですね、はい。っていうことなんで、まあ、ちょっとマミヤさんの特性もあるので、マミヤさんとグラファイトさんのその振動数の違いとかもあるので、まあ 5S に上げる、この中の質問で言ったら 5S にすることを勧めますね、はい。私も腰痛持ちなんで
ので、あ、いいでもね、腰痛いのすごく、うん、あの辛いの分かります。なあ、でも、うん、そうだから、でも意外に女性の方とかも面白くて、意味じゃないのか、硬いのは意外と女の方って柔軟性があるので硬いのって打てたりするんですよね、うんうんうん、女の人って面白くて硬いのポって渡しても、あの腕からシャフトやと仮定したりさ、肩とかの回り方も男性より回るので意外と硬いのは打てるんですよね、うんうん、でもやっぱ重いのは無理やん、重いのはなんかずっと舌を、ね、うん、そうそうそう、だるま落としみたいになっちゃうから、うんうん、そう、だからやっぱりやっぱ人間の部分でいうと、やっぱ無理したらいかんのは重いものですね、うん、重いものはやっぱ打つべきじゃないし、うん、そうするとスイングも崩れちゃいますね。はい、あとスイングでこう反り腰になってたりとか、ね、うん、こっちにこうテイクバックするときにちょっとこう乗りやすいとか、ね、乗りやすかったりすると、うん、なんか腰が痛くなりやすいって聞いたから、うん、ちょっと私はそれをあのしないように、なるほどね、そう、だからクラブと自分のスイングとでちょっとでもそのあんまり腰に負担がない、大事ですね。もうそれは本当にあの構え方とか結構極端に出るんで、あの PPI とかでもやっぱ S 字アドレスで S 字って言ってちょっとまあ、まあ、俗に反り腰ですよね、うんうん、なったりするとやっぱ腰痛めたり、うんうん、あと僕癖で持ってるんですけどリバースパイアーノですね、ちょっとバックスイングで逆方向になる、あのこれあの素人の動画で結構注意されてるんで、僕もこれあのちょっと注意しないと腰痛める可能性があるんで、まあ反り腰とかリバース系の人、リバースパイアングルとかは結構腰あるので注意してください、うんうん、僕も気をつけます。はい、はい、では、はい、腰もお大事になさって楽しくゴルフ、はい、あの されたらうん、出てこなくなって大丈夫、はい、なのでちょっとこう、たけちゃんだとフレックスを上げる、まあ、5S やねか物足りないのを我慢するということです。はい、カッタスキンクさん、ご参考になりましたでしょうか。それではサタデーたけちゃん、ゆみちゃん、また来週、バイバイ。まみやさん、ぜひ次回のシャフトはアッタス石でお願いしますチャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。